島沖地震を伝える中国メディア報道の画面が、地震おめでとうの字幕で溢れ、批判殺到。内容はこちら。福島沖地震を伝える中国メディア報道の画面に、ありえない字幕が溢れたようです。では、孫興文さんのツイートより、内容を見てみましょう。孫興文。先日の日本福島地震を、中国機関メディアの報道に、中国人から、地震おめでとう、と溢れる弾幕。最低ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。これに気づかぬ中国に貢ぐ、平和ボケと日本政府と日本企業。これが今の中国人の嘘偽りない民意ですね、わら。岸田。外遊から帰ったらよく見とけ、わら。親中派すべての人は、この現実を重く受け止めるべきです。次はこちら。こういう人が一定数いることを、日本人は知っておくべきである。日本語のツイートに対して中国語のコメントが溢れてるのが、えぐい。災害を喜ぶ真似とか、人間のやることではない。すごいですね。魂が汚れてる？完全に魂が汚れてますよ。次はこちら。徹底した反日教育の結果ですかね。にしても、民度低すぎ。抗日洗脳工作に染まった民衆会。教育って大切。中国人も韓国人も同じですね。最後はこちら。福島県民だけど、なんかしましたかね。災害が彼らに降りかかるとき、誰も彼らに同情しません。お宅のダムは、今年も耐えるといいですな。そっくりお返しいたします。即断交レベル。そのうち因果応報で帰ってきますよ。結論。過去の国でも、自然災害に見舞われたら、お互いに心配するのが当たり前のことだと思っていましたが、中国人も韓国人も、そうではなさそうですね。教育の賜物なのか、民度の違いなのかわかりませんが、地震を喜ぶ民族とは、仲良くできるとは到底思えません。岸田首相、中国人との付き合いに関し、考え直してください。よろしくお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。